コロンは江崎グリーコが発売している菓子円筒系のワッフルの芯部分にクリーム等が充填されている。特にクリームコロンは古くから人気を博しているロングセラーの商品である。通常売られているのは100から140円の標準サイズの箱と150から200円の中型サイズの箱である。また、地域限定の味のコロンが全国各地で売られており、 手軽なお土産の定番となっている。パッケージのロゴには、クーパーブラックと呼ばれるフォントを採用。クリームコロン2016年4月現在。近年は、レギュラー商品として、丸みを帯びた箱に入っているもの2種と、小袋6袋入りが入った箱が、店頭に並んでいる。1998年から順次、各地の駅、空港、サービスエリア、土産物屋などで、 それぞれの地域限定の商品が売り出されている。大型の箱は1050円で、レギュラー商品に比べて割高であるが、それぞれの土地の特徴を生かした味が楽しめる。近年は小さな化粧箱入りのセットが売り出されている。売価は630円。値引きされて売られることは少ないが、沖縄のパインコロンについては、国際通りなど土産物屋の競争が激しい。 地区においては840円程度で売られることが多いほか、小袋がバラ売りされていることもある。中国、大ハワイではコロンが現地法人により製造、販売されている。日本とはラインナップが異なる。また、オーストラリアなど各国の輸入食料品店において、タイ語などが付されたパッケージのコロンを目にする。通常売られる商品であっても、クリームコロン以外の味については、 頻繁にラインナップが入れ替わる。特に2002年以降は新製品が多い上、同時に販売されるのは高か,か3種程度である。マイナーチェンジを繰り返すチョコレート味、イチゴ味の系統はともかく、その他の味については事実上期間限定商品と言える。コロンという名前は、コロコロした形の特徴を表現するものである。日本で開発された菓子パンのコロネと似ているため、 何らかの関係があると推測されることもある。カモンタツオの楽曲、オーマイガー。好き好きお菓子バージョンにおいて、クリームコロンの中身を爪楊枝を用いて取り出して、先に食べると美味しいことが歌われている。グリコなぜなにコーナー。ありがとうございます。